はい、登録者1300人。めでたいね。めでたいます。めでたいが遅いのよ。そうだね。最近 TikTok ねやってるんでね、ぜひフォローしてください。お願いします。頑張ってます。ということで、はい、はい、久々の雑談ですね。ね、うん、この前ね、その友達の家に泊まりに行った時に、うん、普通に女友達の家に、俺と男友達、まあ、3人で行ったの、うん、別にやましいことないんだけど、一切ガチで友達なので、まあ、3人で、まあ、夜な夜な喋ってたのよ。まあ、結果としてその6時半ぐらいまで話したのよ。おー、夜な夜な、うん、もうどうでもいい話とかちょっと真面目な話を、うん、ここに俺が座ってて、うん、でここにもう一人男が座ってて、うん、ここにその女の子座ってたのよ、家主がね、うん、で、お机があって、うん、まあリビングがこうあって、うん、で、ここにキッチンがあるの、うん、キッチン結構つながってんだけど、奥の方まで、うんうんうん、その奥からなんか、カラカラみたいな、なんか落ちて、えぇ、と思って、おえおみたいな、うん、まあな、俺信じてないからそういうの、霊とかね、でもなんかずっとなんかカラ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 みたいな、ずっと言ってんの、うん、怪奇音が鳴りやまなくて、うん、で、その家に住んでる女の子、霊感あるのよ。俺霊感信じてないんだけど、でもそいつの周りのやつも、いや、そいつは霊感あるみたいな、はてと思ってたんだけど、はいはいはい、で、それのもう一人のやつが、え、今いるって聞いたのよ、うん、で、そいつがこうやって見て、いや、今はいないみたいな、まあ、いないんだと思って、では喋ってる気にせずに、うん、ずっとなんかカサカサカラみたいな、バサバサみたいな、なんか音がしてんの。でも明らかにキッチンの音ではあるわけね。で、その喋ってる最中にそいつがさ、こうちょっと立って見んの、うん、こっちの方を、うん、で、わ、見てんなと思って、まあでも多分シンプルに音が気になってるんだろうなと思って、うん、まあ、5分ぐらい喋ってたら、そのこいつが、うん、え、今いるって聞いたら、うん、2分前ぐらいからちょっといるみたいな。怖い怖いじゃん、うん、見れてないのよこっちは、うん、しかもその家に入るときに、ちょっとこの家いるから、うん、なんかあるかみたいな言われてたの、ちょっといるからみたいな言われてて、まあと思ってっていう、そのまあほぼ人生初、そのちゃんとその心霊体験というか、まあ、うん、信じるかどうかは別として、その心霊体験っぽいことをしたよっていう話。なるほどね。そう、怖普通に怖いよね。めっちゃ怖いわそれは。でもその時にさ、俺信じてないアンチ霊だから、うん、いろいろ考えたっていうか、話してる時に、うん、その霊はいるっちゃいるんだけど、うん、俺らからしたら霊のだけであって、うん、向こうからしたら別に普通のことなんじゃないかっていう考察に基づいて、そのたどり着いて、うん、どういうことかっていうと、うん、俺ら3次元に住んでるじゃん、うん、2次元に住んでるやつらから3次元は見れないというか、うん、認識できないってよく言うじゃん、うん、そう、同じように3次元の俺らは4次元のものを認識できないと思うの、うん、まあね、で、その霊って言われてるものは4次元の存在なんじゃないかなって思ってて、で、多分霊感ある人は、まあ、仮にね 3.5 次元にいるとするから、はいはいはい、ちょっと見えちゃうと思うの。あ、なるほどね。で、人間はその得体の知れないものに恐怖を感じるじゃん、本能的に。そうだね。だからその 3.5 次元の人はちょっと見えちゃってて、でも得体の知れない、認識 しきれないから怖いんじゃねって俺は思ったって話。どうこれ、むずいな、むずいな。ちなみにアンチ霊の人いる？その信じてるか信じてないか。基本的には信じてない。俺もあんま信じてない。あれじゃね、なんかその小学校の時とか、うん、あったよ、なんか霊感あるんだよね。あーあったあったあった。そういうのはマジで信じてなかった、ね、そう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 、基本そうだよ。そう、いやでもなんかその最近その体験したことはないけど、うん、そういう心霊映像みたいなさ、はいはいはい、やっぱそういうの見るといるんじゃねとは思うけどね。いや、逆なんだよな俺。なんかそういうの見ると逆になんか嘘っぽいなみたいな。作られてる。そう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 、長いんだけど、リツヤのお姉ちゃんの学校の同級生がちょっとやんちゃで、そのお墓がある霊園に入り込んで、お墓に置いてあるお札みたいなので、チャンバラをした次の日の朝に片方が死んでた。いや、やばい話だよ。俺 それを聞いてから、うん、あ、いるなって思った。それを聞いてから、あ、いるんだとは思った。なるほどね。呪いとかたたり系ね。そうそうそう、そっちはあるんだと思った。だから俺それもさ、4次元だと思ってんの。だから4次元のやつらが、うん、言ったらこの3次元でさ、信じられてる霊みたいなものを、うん、エンタメとして捉えてると思ってて、うん、頭のイカれたやつが、こいつちょっと霊、この3次元で言うところの霊にその無礼なことをしたから殺してみるかみたいな感じで、スッと殺して
ったんだと思うのよ。でも多分4次元でも捕まってんだと思うんだけど、そういうやつは。あー、なるほどね。そうだから心霊現象も向こう側のやつらが遊んでると思ってて、俺っていう説を信じてるから、信じてるか、仮定したから霊はいない派だけど、現象は起こってるなっていうのは思うって話。確かにね。 それだったら説明つくかも、ね、でしょ、うん、そうなのよ。乗り移るとかってどうなの。あーね、あれなんだ、ね、でもそれはだから4次元の遊びの可能性ひょいって入ってた4次元犯罪。そう、4次元犯罪。なるほど。心霊体験はない。俺ないんだよね、全く。だって前回心霊スポット行ったじゃん俺ら、うん、あんまなんか怖いって思い込んでるから怖かったけど、うん、いざ何もなかった。別に何もない。だから何もか心霊スポットであんな感じなかったんだから、普段で感じることなんかなくないって思っちゃう、うん、ない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 。なるほどね。うん。広がらないね。心霊体験あるよ。え、あるんだ。あるよ。引っ越して3ヶ月ぐらいの時からなんか妹がなんか女の子が見えるみたいに言い始めて、やしかもその時妹結構ちっちゃかったの。はいはいはい。だからえみたいな。あの家。そうそうそう、例の家で、なんかちっちゃいしそんなろくでもない嘘つかねえだろうって思ってて、うん、ある日、うん、コーリビングがあって、うん、ここにね、あの畳の部屋があるね、和室にある。そう、和室。ああ、そういうことね、うん、そう、リビング和室って使ってて、うん、ここテレビね。そうそうそう、そう、ね、で、こう扉が開いてたの、はい、だからリビングから和室が見える状態、はいはいはい、で、俺こっちにあるテレビ見てて、うん、でもさ、ちょっとさ横向いたら映んじゃん、ちょっと視界の隅に、あ、はいはいはい、畳の部屋って、うんうん、ふって女の子を通ったの、うん、で、あ、妹か、うんうん、あんま走んなよって思って、うん、パッて見たら別のとこから妹がふって出てきて、うん、え、今こっち通ってなかった、うん、みたいな、いや通ってないよみたいな。で、しかもその場所が妹が霊がいるっていう場所だったの。うーわー、作り話やん。いや違う違う違う。めっちゃ怖かった。そんなザなことある。ガチであったんザだらしい。それは覚えてる、うん、でもあるんだね、一人一個ぐらいそういうのね。もちろんない。本当にない人じゃん。で、俺のせから聞いた話しかないの。え、なんかあったっけ。土手からハルキンちの間のルートに、うん、川、まあ川かな、そう、まあ、そこら辺に、うん、めちゃめちゃ速いスピードで走るババアがいるみたいな。それしかわかんない。それは霊じゃない。いやでも実在してるかどうかわかんないじゃん。でも野瀬は見たことあるチャリおばさん。十何年行ってんの。そう、マジで本物や。マジで見たんだよ。こう普通のチャリね。おばさんこの角度この角度で肩グーン曲がってグーン前と。嘘だろ。ガチなんだ。嘘だ。お前だけだよね、ないの。でも俺ないね。俺は今できちゃったからあれだけどさ、うん、でもレイも実体験ではないわけ。実体験は全くない。だからそういう話は結構ある。でもなんかその病院の看護師、ああ友達のお母さんの看護師とかはやっぱでも見るらしいよ。へー、本当に霊安室みたいなのあるじゃん。ああ、だそことか本当に見るらしい。点検で行くけども思い込みだと思うんだよ、もうそれは。いやでもいると思わない、ちょっと。まあまあいてもおかしくはない。夜レア室入ったらいるよね。なんで夜なんてことならん、別に。まあ、確かに確かに、すごい都合良すぎじゃないっていう、うん、そう、わざわざ怖え時にさ怖えもんが出るってさ、確かにフィクションじゃん。でもさ、それ思うけど結果でもその霊園でリツヤの司令が死んでるって、まあ、俺そこで引っかかっちゃうね。たまたまなんじゃないの。 それはでもやばくない、確率が。死ぬがたまたまってあんまないもん ね、まあ、ね、自分たち周りに亡くなった人がいないわけじゃん。あんまり。でもこれが人生でこれっきりだったら、うん、たまたまで、うん、まあそうだ ね、うん、行くかやりに。霊が一回チャンバーして死んだら信じろ、うん、お前の話、2分の1、2分の1。